はい、この部屋はセクション3、ポール・セザンヌというふうに名前を付けましたが、この展覧会の核ともなるところです。お二人とも、柴田さんも鈴木さんも、アーティゾン美術館の前身である、ブリヂストン美術館に何度かお尋ねいただいていて、お二人とももちろんいろんな絵をご紹介したんですが、この作品のところでいろんなお話をしたというふうに記憶をしております。何よりもお二方とも、写真を始める頃よりセザンヌという作家を意識して、それから今でもセザンヌのことをいろいろとお考えになるというふうにお伺いをしております。で、僕はこの展覧会を考えた時に、一番最初に想像したのがまさにこのセザンヌの作品を真ん中に、そしてお二人の代表作を左右に並べてみるということを、想像しまして、それが実際にこういった形で実現したのを大変嬉しく思っています。で、この壁を考える時に私は一つの、セザンヌの言葉ということをずっと考えていて、それはセザンヌが死ぬ間際、まさにこの、アーティゾン美術館が所蔵するサント・ヴィクトワールさんが描かれた頃に、若い画家モーリス・ドニに対して語った印象主義を美術館の芸術のように堅固で永続的なものにしたかったというふうに言っている。まあ、その言葉にはいろいろ と含まれているんですけれども、なんといってもセザンヌは、印象主義の画家として、スタートをしながら、それをルネサンス絵画以降のものが持っているような非常にしっかりしたものが絵画の中にはなくてはならないというようなことを考え、それを最終的に実現したものがこの作品は、まあ、それを体現しているというふうに言えるかと思うんですが、まあ、そういったいわゆる平面作品が持つ強さというものをおそらくはお二人の作品の中には、あり、そして今回選んでいただいた2つの作品にはそういったものが非常に強く出ているかなというふうに思っております。これはもちろん作品としてはお二人の作家に選んでいただいたわけなんですが、まず柴田さん、これ最終的に赤橋を、お選びになれました。これについては、サント・ヴィクトワールの関係あるいはセザンヌの関係から何か、思うところはありますでしょうか。そうですね、セザンヌは、僕にとってすごく大事なメンターといいますか、今でもそうなんですけれども、自分がこうアートを始めたきっかけになる画家なんで、すごくやっぱり尊敬の念っていうかそういうものを持ってまして、一番自分の中でも代表的なものを並べないといけないんだろうなと思いまして、この赤橋とはこっちの、まあ、モノクロ時代の代表作があるんですけれども、どっちにしようかなっていうことは自分の中であったんですけれども、まあ、結果的に こちらの方が選ばれたっていうか、選びまして自分でしたわけなんですけれども、まあ、一つはやっぱり構図的な、まあ、山だから三角っていうことでもないんですけれども、そういうこう近い部分っていうのと、まあ、なかなかこの赤橋を取ったような状況に自分も それ以降なかなか出会いませんで、これを未だに超えてるものはないのかなみたいな感じで、自分の中でやっぱり一番素晴らしい写真というか、そういうもので並べさせていただいたんですけど、ありがとうございます。鈴木さんは、いかがでしょうか。そうですね、2000年だったとか20年ぐらい前にサン・ヴィクトワールさんに、まあ、行ってみたい、見てみたいっていう思いがあって、そこからまあ何度か実際に通って撮影をしてて、まあ、そのうちの、実際 そのサン・ヴィクトワールさんを撮った写真を今回まあ並べたんですけど、まあ、一番最初にこう撮ってみようと思った時はそのサン・ヴィクトワールさんっていう名前を聞いたときに思い出すのが、まあ、セザンヌの絵画だと。で、実際これだけいろんなところの映像経験をしているにもかかわらず思い出すのが油彩っていうのがまずちょっと面白いなっていうのがあり、
それはもう写真の方がある意味絵画よりも情報が多いっていうことを非常にストレートな形で見せればセザンヌの一つの挑戦が何かしら見えるんじゃないかなっていうそういう期待があって撮影した一枚です、はい、ありがとうございます。それから、まあ、もちろんここのセクションでセザンヌを並べるということは、まあ、非常に重要なことなんですが、まあ、一方で展覧会全体を準備する中で柴田さんはしばしばセザンヌの言葉として自然のすべてのものは球と円筒と円錐に基づいて肉付けされていると、はい、こういう言葉を柴田さんが実際に作品を制作するときにしばしば思い返すことがあるということをおっしゃったというふうに記憶しておりますが、そこら辺はどういったところなんでしょうか。そうですね、僕は作品を、まあ、制作するって言いますか写真を写すにあたってやっぱりなんかそういった作品の中に骨格っていうんですかね、そういうものが必要なんだろうな、そういうものがないのは自分の作品としてなかなかこう容認できないみたいなところがありまして、やっぱりその言葉っていうのは具体的には球でもなく円錐でもなく円柱でもないんですけれども、なんかそういうこう自分の中の骨格みたいなものをいつもこう思い出させてくれるっていうか、すごいそれは 今でもありますね、そういうことは。まあ、今回この部屋を作るにあたってやっぱりここにあるこのコレクション3点の作品ですね、ポートレートと生物も含めて、その3点についてやっぱりそれぞれ自分なりの解釈でこの部屋を作ったんですね。例えば生物だったら僕が一番最初に、まあ、セダンヌもまだ若き頃に悩んでた時に取り組んだ生物みたい、僕も一番写真の仕事として初めになる、夜の作品ですね、それをやっぱり例えば生物のように撮りたいなって思って、まあ、そこでも本当にセダンヌの何て言うんですかね教えがあって。そうしてる間に結構今につながるその隣にある16-20インチサイズ の作品が出てきまして、まあそれからずっとこういうインフラに関わる仕事をずっとしてるんですけれども、あとポートレットの方はですね、セルフポートレットはすごくこれは世界でも貴重なポートレットだと思うんですけれども、まあこれはポートレットなんですけども、この中のこうなんていうんですかね、こう造形的なこう要素をこう自分で感じ取って、例えば壁と人物がこうなんていうんですかね、割とこうオーバーラップして平面的にも見えるし、描写はしてるんだけれども、すごい描写はしてるんだけれども、なんかこうフラットな感じに見えるっていう、そういうところからこのカラーの2点を選んで、こう結構ディメンションが分からなくなってくる、まあ、そこら辺は また後の部屋でもつながるんですけど、まあ、そういうところですごく興味があって、やっぱりここでもなんかセダンヌのこう絵っていうのに自分が影響されてるんだろうなっていうのが強くありますね、物の見方として。ありがとうございます。一方で鈴木さんは近くの観光版という写真集も上司されております。その言葉というのはおそらくセザンヌの言葉を聞いた美術評論家のガスケがそのセザンヌと題する1920年の書籍の中で、芸術家が制作をしている時その自由な脳は感覚を受け止める知覚の観光版のようでなくてはならないというようなことを言って、まあ、この観光版という言葉はこの前後で何度も登場するんですけれども、それはおそらくそのセザンヌ自身がものをいかに見て、それをまあ自分の
感覚にどう受け止めて、そしてそれをどう造形的に表すかというようなことと極めて直結しているところで、それはおそらく江鈴木さんの、セザンヌのモチーフにも関わる、まあ、写真の一連の写真作品の中でも非常に直結しているところかなと思うんですが、セザンヌに関するそういった思いというのはどのようなことをお持ちでしょうか。そうですね、印象派があって、その後にセザンヌ、まあ、セザンヌ後期印象派っていうふうにくくられてたりするんですけど、なんかそういったこう順番では全くなくて、彼一人がやっぱりこう引き受けた問いみたいなことがやっぱりすごく興味があって、でそれはまあ感覚、まあ、別の場所で感覚の実現っていう言葉を使ってるんですけど、まあ、対象を描くときに一度自分がその対象から引き受けたものを、まあ、絵に置き換えていくっていう、まあ、絵画記号に置き換えていくっていう作業、そこにはやっぱり自分っていうものが一回介在する、その何て言うんですかね、自分がいなければこう、まあ、もちろん絵は生まれないんだけど、対象もなければ絶対絵も生まれなくて、自分を通して、まあ、ディストリビュートじゃないけども、その一回引き受けて出していくことの、彼自身の、まあ、ただ単に、見えているものを置き換わるように、絵を描いていくんではなくて、一度自分が感覚することの大事さを実現しようとしたっていうところに非常に惹かれるですね。で、写真で果たしてそれができるかっていうことが、まあ、自分の中では一つ、まあ、終わらない問いとしてあるかなというふうに思ってます。カメラは、機械なので、いわゆる感覚は全く身体じゃないのでしないっていう状態があって、だけどもその機械があるがゆえのその純粋さみたいなのがあり、それによってこう現れてくる像を見る私たちがいるので、何かしらのその対象から写真機で出来上がった写真でそれを見る人間っていうことの一つの、まあ、通路っていうかパイプみたいなものっていうのは生まれるだろうと。でそこをいかにどんな形で表すかっていうのが、まあ、自分にとってはすごく写真の中での興味っていうところがある。お二人とも、高校生の時代にセザンヌの画集を手に入れられて、でその時に現在スイスのビューレー財団が持っている赤い直帰の少年について関心を持ったと。でこれは一緒に聞いたわけじゃなくて別々にお話を聞いたんですけれども、一番最初にその作品に関心を持ったっていうふうに分かる、もうたまたま一致したものだと思うんですけれども、それは大変ちょっと興味深く思いました。で作品って結構おかしいじゃないですか。いわゆる、まあ、セザンヌの作品って視覚的に見ればとても何て言うか写真的なことが全くなくて、いわゆる釣り合いとかあるいは長さとかそういったものが一切違う中で、いわゆる芸術家をこれから目指そうとするお二人にとって、セザンヌの高校生の時に見たセザンヌっていうのはどのように映ったんでしょうか。全くなんていうんですかね、こうアートの世界なんて知らないところで育ったもんですから、そういう世界があるってことも知らなかった。まあたまたま本屋さんで全集を見てみたとき、なんかこうそれまで自分が考えてた絵画と違う、なんかすごい不自然な感じっていうんですかね、異様にこう肘がこう伸びてったりなんかちょっとこう歪んだ生物のこう描き方とか、それって何だろうってすごくこう疑問を持たせるんで、いまだによくわからないんですけれども、なんかそういう不完全さの美学みたいなのがすごくこうやっぱり触ったんだろうなって思いまして、まあ、完璧なものを見て感動したならそれはすごくこうまければいいみたいなところ、うまいものがアートっていうことなんですけれども、そうじゃなくてなんかあえてそういうふうに描くのはセザンヌってなんか下手なのかな
それともわざとやってるのかなっていう、そういうところで、まあ、単純にこうなんかずっと惹かれて、それ以降あの いまだにこう仕事とかの展覧会で海外行くと美術館に行ってあのセダンのを探してみたりするんですけれども、まあ、あのセダンのいいセダンのがある美術館は あのハイクラスの美術館だなって勝手に思ったりして、そういう楽しみ方をしてるんですけど、まあ、高校生の頃はそういう不完全さに対するこう興味みたいなのがあって、あの絵って別にうまくなくてもいいんだろうなっていうような、なんかこうはっきりしないんですけど、 そんなようなあのことですごく惹かれたんだろうと思いますね。鈴木さんいかがでしょうか。そうですね、僕もあの赤いチョッキはあの美術の、ね、教科書に載っててで、やっぱり教科書っていうのはある正しさがあるんだろうって思った時に、なんでこの二の上こんなに長いのかって謎だったですよね。でこれはやっぱりちゃんと見えてないっていう、でだけどこれはある種の正解があるんだろうと思い、うーん、まあ謎謎っていうか、まあ、問いですよね。そこがまああの、まあ生まれちゃったっていう、やっぱこの疑問は本当にあのセザンヌの絵をその後何度か見るっていうことの中で、すごくこうある意味あっさりと解消され、ある意味さらにその謎が深まるっていう、そういう不思議な経験をした記憶があります。でやっぱりあのセザンヌの絵はあの見るたびにこう絵が見ること、絵を見ることが始まるっていう、自分自身がこう絵に向かってってあの見る行為がこう始まっちゃうっていう、そういう仕掛けっていうと変ですけど装置みたいなところがあって、それが ある意味すごく面白くてすごく楽しいんだけど同時にすごく疲れるっていう、そういう経験をこう生んでくれる、まあ、ちょっと他の絵ではなかなか起こらない状態がやっぱりセザンヌの絵には見るたびに起こるなっていう気がしてますけどね。あのこの部屋の中ではサント・ヴィクトワールを音になったものと、それから、ドローブのセザンヌのアトリエを音になったものがあって、まあ、それはおそらくあの鈴木さん その制作の行為としてはあの多分同じモチーフをただ取りに行くということではなくて、まあ、いわゆるセザンヌの視線を我々に追体験させるというようなことがあると思うんですけれども、そこら辺の狙いというのはどういう感じでしょうか。そうですね、あの、写真っていうのはやっぱりこうある部分客観性を持ったメディアなので、あの、まあ、機械によるものだっていうことが大きいと思うんですけど、その客観性のためにですね、やっぱりこう記録であり、あのここの場所はこうなってますよっていう、まあ、情報になっていくわけですよね。で、ですのでそういった写真の撮り方っていうのは、まあ、一方であって、でもそれだったら別に自分自身がやる必要はなくて、まあ、自分がそこで、どういうふうにこう対象を見るその視線だったり、体の動きだったりをしたかっていうことが残っていけば、その視線がもしかしたらそのセザンヌの視線に重なるんじゃないかなっていう、そういった期待もあって、まあアトリエに行ってみて撮影したっていうところがあるんですよね。だからまあ自分の経験がそのままある種の、まあさっき客観的な部分っていうふうに言ったですけど、あの僕個人ではない一つの視線、一つの主観みたいなことが生まれれば面白いなというふうに思って、そのアトリエの撮影はしてみました。なんか今までのこの話を聞いて、よりなんかこのセクションが腑に落ちた感があって、それは何かっていうと、なんか問いを持ち続けながら作品を作る写真、写真を使ってこう作品を作ってるっていうのがこう立ち上がれてくるのが多分面白いんだろうなと思っていて、写真っていうメディア自体が多分その構造を決めたりとか、どこにカメラを置いたりとか、モチーフはこれだっていうのがシリーズで続いていったりすると、その作ってる側は明らかになんか答えが分かってる
知ってがあるなってこう鑑賞者は勝手に思い込んじゃう。スピードが速いと思うんですね。絵だったらそのあここのタッチ迷ってるなとかここ描き直したんだろうなってそういう時間の、レイヤーがあると思うんですけど、写真はやっぱりもうバキッと決まっててもうシークエンスも写真家が全部選んでてみたいな感じで思うのがあるし、で偶然性とかそのに身を預けようとするとその撮り方の話になってスナップショットとかなんか自分がこう撮りきれない何か捉えちゃうものみたいなところ の, そのアプローチの方に行っちゃうと思うんですけど、でお二方の写真をこうパッと見ただけだとこうアプローチが定まってて二人とも正解が分かっててこう撮りたいって分かってるみたいな、印象があると思うんですけど、このセザンヌと並べること でかつこの部屋で、見れるのがその問いを抱えながら写真と向き合ってるっていうのが非常によく分かって面白いなと思ったんですけど、その問いを抱えながら生きるアーティストの像っておそらくセザンヌもあると思っていて、そういう姿勢アーティストのなんか作品としてではなくてどちらかというとその問いを持ち続けながら、まあ、自分なりにこう続けて生きるっていう姿勢がどれほどこうお二方に影響があるのか、あと生き方として具体的にどういうものなのかっていうのは教えていただければ。鈴木さん。そうですね、全く今おっしゃった通りでやっぱり写真やっていくとある種結果を求めてやってるんだろうって、まあ、もちろんそれは撮影行為があるから写真が出来上がるっていうことがあって撮影するっていうことはもうあらかじめ自分で頭の中でどう映るかをイメージできてそれにまあできうる限り寸分たがわず目指すっていうのが写真を撮ることだって、まあ、一般的にはやっぱり思われてるんですよね。でもそういうふうに写真をやっぱり考えちゃうと写真は一つのこう、まあ、道具も情報としての入れ物でしかなくなってしまうので想像行為じゃなくなってくると思うんですよね。やっぱり物作るっていうのはどうなるかわからなさっていうそれに対しての挑戦でしかなくて分かっててやるのはまあ別の形の仕事っていうことになってしまいますのでその分からなさに対してのまあアプローチがやっぱりそれぞれのその作家によって違ってくるっていうことだと思うんですけど、そうですね。でも写真はやっぱりある結果が早いしやっぱりこれだけ囲まれてますからね写真に丁寧に見るとかその撮った人 の, 考えまで読み解きながら見てこうっていうのはなかなか難しいところではあるんですけど、まあ、逆に言うとその難しさがあるがゆえに写真で、表現をあえてしてみたいなというふうにはすごく思ってます。まあ、写真始めた時に、なんか写真って何だろうって、もう右も左も分からない状態でいろいろこうカメラ出しとか見て、まあなんか写真を撮るって初めにこうイメージがテンプレートみたいなのがあって、それに合わせてそういう場面に出会ったら撮るみたいな、そういうこうなんか。こうイメージがあるんですけども、それじゃあ面白くないな、まあ、鈴木さんもおっしゃってたことだと思うんですけど、じゃなくて写真って簡単にできるからどんどん冒険ができるな、次分からないことに対してこう追求していくのに向いたメディアだなって思うんですよ。絵だとやっぱり時間がかかる、まあ、今言ってる絵っていうのはこう描く方の絵なんですけれども、じゃなくて写真って簡単にできてしまうんで、そういう意味ではなんていうのかな、僕なんかも描いた絵よりは思い入れが少ないしどんどんこう前に進むことに対してすごく向いたメディアだなっていうのはすごく感じますよね。だからあんまりこの前やって今までやってきたことにこだわらなくて済むっていうかな、多分自分がこう手塩にかけて作った絵だとそうはいかないと思うんだけれど、やっぱり鈴木さんもよくおっしゃるけど写真ってやっぱり機械なわけで、結構
いいタイミングじゃないとなかなかいい写真が撮れないんだけれども、うん、それでもやっぱりこう思い出っていうものはそんなにないのかなって、うん、だから僕なんかこう割と人の意見を聞いて自分の評価作品の評価をしたりするんですけども、まあ、そういう意味でこうなんか前に進むのにはすごくこう分からないことを追求するには向いたメディアなんだろうなって思いますね。言いかけたのはセザンヌっていうお題があった時に柴田さんは造形的な面もそうだし一方でアーティストとしての生き方としてもセザンヌを、まあ、参照点としてあるっておっしゃってたのが非常に面白いなと思っていました。僕セザンヌの絵の好きなところの一つはなんかあんまりこうなんていうんですかね生活習がないっていうか、うん、奥様のゴッホも好きなんですけどもなんかこうあまりにもこうなんかゴッホ本人のこうなんていうんですかねそういうこう生い立ちとか生活とかそういう方が先に行って、まあ、狂気の部分っていうのかなそういう部分がなんか評価されると思うんですけど、セザンヌの場合は割とこう淡々と自分の仕事をこう追求していくっていうこうなんていうんですかね、まあ、そこはストイックですよね。画家としては極めてストイックだと思いますね。そこはやっぱり本当にこうできれば手本にしたい、あやかりたいっていう感じの今でもそういう感じはしてますけどね。鈴木さんどうですかね、芸術家としてのセザンヌ、今柴田さんからちょっとお話ありましたが、何か。そうですね、やっぱり、パリ出て40歳かなんかだったと思うんですけど、一度まあ戻って、で奥さんと子供連れてるんだけど、実家 のまだ仕送りしてもらってたから連れて帰れずに、隣町エスタックですとかね、住んでて、でバレて仕送りが半分になっちゃってとかっていう、なかなか大変な状態、生活っていうことではすごく大変な状態だったみたいですけども、仕事っていう部分だと本当にどんどん良くなったし、その親が亡くなって、その本当にお金に困らなくなって、まあ、莫大な遺産継いだ後も仕事自体は全然変わらずに進んでったっていうところが、やっぱり人としてすごく面白いですよね。魅力があるっていうか。そうですよね、なんかいわゆる制作とそこの人間臭さみたいなのに乖離があるっていうか、うん、絵の中でそこを見せないっていうのは、うん、セザンヌすごくありますよね、確かにね、うん。このセクション、もう一つはお二方すごく面白いというか、私が期待した通りにこの壁がなったというのは、やはりそのセザンヌを一つの起点としながら、お二人の作品というのはやはりその、方向性は一緒なんだろうけど、出来上がったものっていうのとか、うん、注目しているところは全く違うかなというふうに思うんですけれども、うん、お互いの作品どのようにご覧になりますか。はい、やっぱり鈴木さんの作品を見てると、僕と全然目の付けどころが違う。なんか創作にあたって、僕は割とこうなんか、まあ、単純な方法で、まあ、クラシックな写真の方法でこうものを撮っていって出てきたものを評価する。でも鈴木さんのアプローチっていうのはもっとこうなんていうんですかね、そういう意味ではそんなにストレートじゃなくて、もっとその前になんかこう写真に対する思いみたいなのがすごくあって、まあそれは僕にはあまりないのかもしれないけれども、やっぱりこうアプローチも違うし、まあ出てきたものも違うなっていう感じがしてますね。ただすごくこう人を引きつける、まあ褒め言葉で言うと、すごくこう鈴木さんの写真を見てるときに滞空時間が長い、長く撮れる、それはすごくすごいことだと思うんですよね。要するにこう隅から隅まで見て、 まずこうつかみがあって、そこからこうなんかいろいろこう見ていく
ていう、そういうことができる写真だって、多分僕のはもっと直感的なんじゃないかなただ写真って面白いんで、あの鈴木さんも教えてもらったんだけど、オサミクトワルの中に人がいたりして、あ、ディテールというところがあって、そういうところディテールが面白いっていうのは、まあ、同じかなっていうところがありまして、まあ、写真って絵だと近寄ったら絵の具になっちゃうんだけれども、あの写真って結構ディテールが細かいところまで、まあ、大型で撮ってるっていうあのこともあるんで、そんな感じがしますね。あと、まあ、僕はあの僕の中のセダンヌっていうのはあくまでも高校生の時に出会ったセダンヌがそのまま自分の中に入ってて、なんか自分の中で培養したセダンヌなんですね。多分あの答えのないまま、さっき言ったあの不完全な美学みたいな感じであって、それを自分が年とともにあの培養して、 あるオケーションでそれをまたこう蘇ってみたいな感じで、で僕の性格としてすごくセダンヌみたいです、こういうあのなんていうか磁力の強い作家とか、あんまりこう近寄れないっていうか、近寄りがたいあの踏み込めないですね。まあ、鈴木さんはこうわっとこうストレートで踏み込む、そこら辺もストレートで踏み込んでるんで、あのわすごいなと思っちゃうね。僕はここまではセダンヌは自分の中にあの留めておいて、自分の中で培養したセダンヌのあのなんていうんですかね、考えでありこうスピリットをこう温めてるっていう感じなんで。鈴木さんいかがでしょうか。そうですね、あの今回この部屋の壁の柴田さんの写真ってやっぱりあの初期の夜景のシリーズからそのインフラ取り始めたものもあってっていうこと並んできた時に、あの質がもう変わらず、もう最初からあの完成したレベルっていうのがこうあるっていうことがやっぱりすごいなっていうふうにやっぱり思いますね。あの写真、割と多くの写真家がその自分の経験だったりとか、まあ、時代だったりとかの影響を受けてあのやっぱり変化していくっていうものの作り方をしていくし、あのそれをあのまあ、すごくいい部分悪い部分含めてまあ受け入れていくところがあるけども、こんなに安定してしかもこのレベルでずっと作家活動をやってらっしゃるっていうのはやっぱりすごいあのなかなかいない作家なんじゃないかなって、写真家なんじゃないかなというふうに思うし、あの本当に柴田さんの写真見るとあの写真っていうメディアを使ってあのやりたいことがある、だけど写真をやりたいっていう、写真をやりたいっていうだけではないっていうのがすごくよくわかる作家だなと思いますけど、ね。まあ、そういう意味では鈴木さんも同じですよねそうですね、なんかでも、なんだろうな、やっぱり写真に対する執着どっかしらやっぱりちょっとあるような気もしますけどね、僕。どうなんですかね、どうかな。でもやっぱり表現される方だと思いますよ、あの柴田さんはすごくアーティストだと思うし、あのやっぱりもう今回たくさんの作品見せてもらった時にそのフレームっていうものがこう対象に向けた時のやり取り、画面の中でのその対象とのやり取りですよね、そのフレームを動かすことによって空間が生まれたりなくなったりで、まあ、さらにはそれを絞りでっていうあのピントの合ってるところを増やしていくことでまたどう見えてくるかっていうことの やり取りみたいなことっていうのは本当にこう、まあ、絵を描いてるっていう言い方すると変ですけど、まあ、そこで一つ作業がもう明らかにあの行われてあの作り上げられてて、で割とその後はこう流れ作業じゃないですけどあのスムーズにシンプルにこう終わっていくっていうか進んでいくっていう、まあ、さっき執着なさらないっておっしゃってたけど、そういう、こうプロセスっていうのはちょっと他の写真家はやってないなっていうふうにすごく思いました、
僕は鈴木さんの写真は、まあ、写真だけじゃないんですけど、例えばフレーミングの仕方こうあのとか見てやっぱりすごいセンスがいい人だなと思うんですよね。なんですかね、物事の、まあ、写真を始めるにあたっての、なぜ写真、なぜこういう写真を撮るのかとか、そういうことはすごく明快だし、そういうことの捕まえ方がすごくこうセンスの良さがすごいこう際立ってるっていうか、そういうことを感じますよね。あとは徹底してる部分っていうのがすごく見えて、やっぱりそういう意味では全然ぶれない、自分でやりたいことをやっていくんだってい こう意思がすごく伝わるし、そういう意味ですごくこう、あとはすごく僕が感じて羨ましいなっていうのは、結構なんていうんですかね、僕の写真は割と無機質な感じなんですけど、鈴木さんの写真ってすごくこうあったかみがあるっていうか、そういう感覚を感じますけど、どうでしょう。どう。そうですね。どうですかね。なんかこうあそこのここの前の部屋もこうブルーに塗ってますよね。あの色の使いとかすごくこうすごいセンスいいなと思って。うん、まあ、僕は白と黒だけなんですけれどもそういう意味でやっぱり色の人なのかな、色の人っていう感じですよね。僕はどっちかというとやっぱり形の人なのかなそんな違いを今回すごく感じてますけどね。やっぱり色に対するこう反応っていうか、そういうのがすごい秀でてますよね。実物を見ないと、まあ、我々のやってる写真も、うん、やっぱり現物を見てもらって、うん、その前で視線をさまよわせてほしいところがあって、うん、実物見ないとは始まらないところがあるんだけども、セザンヌの絵は特に本当に見るのとやっぱり印刷されたものとの違いはもう、うん、明らかですよね。うん、基本的に画集っていうのは写真集ですからね、写真製版された、うん、写真集なので、やっぱりこ の絵画が持つ物質性、とそのイメージと の行き来みたいなことがやっぱりいろんな画家がすごくそこの部分っていうのは関心のあるところだと思うけど、セザンヌの絵ではやっぱりその部分はすごく大きい影響がある、うん、そうですね。セダンヌの絵にとってやっぱマチエルがすごく重要なんだと思いますね。本当に塗り残しの話じゃないですけれども、ああいうものを実際に見るのと、まあ、画集でそれを確認するのとは全然違うっていう、なんか絵の具のつき方っていうか、そういうものに対してすごくこう魅力を感じますよね。うん、まあ、一方で今回のこのまさにそのサント・ヴィクトワールを中心として3つを置いた時っていうのは、まさにそのセザンヌ作品のはそういうところあるんですけど、やはりお二人の作品 もうこの現実のセザンヌとそれから現実 その写真が並ぶ、写真集ではない、写真集では再現できないような迫力といいますかね、エネルギーといいますかね、ここの壁はそういったものが非常に充満した、そういった壁が実現できたかなというふうに私は思ってます。うん。